はい、こんばんは、島津です。13日の金曜日ね、キラーパズルやっていきたいと思います。ということで、前回の続きからかな。プレイ、エピソードまだここか。俺はそうだったよね。レベルを選択、一応クリアしてんだね。 OK、 じゃあ行こう。クラシックしかまだいないから、これでプレイしてみましょうか。なんかね、これ前回までだったね。ですね、この動画上げたところね、そこまでね、なんつうのかな、制限時間もなくてじっくり考えられる、かつ手軽に遊べるっていうことでね、結構評価っていうか、まあ、好評していただいてるみたいなんでね、本日も買っていきたいと思います。これ無料なんでね、ちなみに。うん、で、有料の DLC があるんですけど、100円から300円ぐらいの価格で1本売ってます。で、まあおそらくそれでね、新しいステージとかね、追加されると思うので、もしね、深くこのゲームを遊んでみたいって思ってる人たちは買ってみるといいかもしれません。はい。じゃあやっていきます。ちょっとかん、逃がさないよ。よし、あ、今で14キルだから次でアンロックされんね。うん、別のがで、これどう行こうかな。こうお、またこれちょっと積んだ感じか。ちょっと待って、落ち着け。無理だね。じゃあ戻ろうか。巻き戻しができるんで、これ。ここで、一回戻るんだ。こうで、こう？ん？ちょっと待って。こうで、こうじゃないんだよね。こう、ちょっと待って、迷ってる、すごく迷ってる。あ、骨蹴っ飛ばせるんだ。ちょっと待てよ。1から1に戻ろうか。考えろ。こうか。こう。で、あ、ちょっと難しいな。こう。ああ、いけた。こうで、こうだ。おー、イエス！お正気です。お正気だべー。ファイナルゲーム。オッケー、来た。フィニッシュタイム？フィニッシュムーブ。さあ、未遂じゃ済まさないぞ。はい、いただきました。これで新しいステージがアンロックされたね。本当によくやっているわね、坊や。スイカの血の乾きをあげるわ。さあ、奴らを始末するのよ。センキューマン。レベル3！ ランクアップ。で、まだ来たね。パン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 。丸太と来たらもう彼岸島しか思いつかないんだけど。丸太もらいました。焼却器。武器変えようか。キャンパーどもなんて驚かせば自分から火に飛び込むわよ。どもなんてか。どもなんて火に飛び込む。ああ、なるほどね。そういうことね。ビビって移動したところで火に突っ込むってことね。報いを受けさせるのよ。キャンパーって聞いたらなんか俺、もうふとデッドバイしか出てこなかったわよ。でも、あ、元協力。あ、危険な凶器をアンロックしましょう、坊や。いらない武器3つと交換スロット。3つ交換スロットにトラックする。ほうほうほう。あ、でもまあ、ちょっと余ってないもんね。全部1個しかないから。で、とりあえず、丸太装備して。いいか、みんな。丸太は持ったか。このフレーズを知ってる人は、彼岸島を見てる人ですね。よし、じゃあ行こうか。こう
あ、そうね、こうで、こうで、こう。本当だ、燃えた。お、一瞬で灰になるという。で、これジェイソンもあれかな、灰になるのかな。あ、ジェイソンも燃えちゃった。ジェイソンも燃えちゃった。パッ、焼けた、焼けたって出た。ジェイソンも燃えるらしいです皆さん。じゃあ戻りましょうか。気をつけてね、ジェイソンも燃えちゃう。全員燃やそうか。ファイナルか、最後の勝者。さあ未遂じゃ済まさんぞ。丸太だ。やっぱあれだね、無理やりどうにかね、貫こうとするね、ジェイソン。だって丸太で胴体貫けるか。気をつけてジェイソン、もし動けなくなったら巻き戻しボタンでやり直すのよ。そうですね、はい。あ、ダメだ、動けないわ、動けないわ、これ積んだ積んだ。だから巻き戻してこう、焼けないようにしないといけないから、こう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 でこうだ。ファイナルゲーム、こう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 。 OK、 次は何。おいおいおい、貫くんかい。頭をこう叩き潰す感じのキルモーションはないのか。武器を変えるのも忘れずにね、坊や。下の端で武器アイコンを使うのよ。大丈夫。OK。こう。あーっと、ポーン。あ、なるほど、水死回りなんだ。こう、こう、こう。キャー！水死。ファイナルゲーム。こう、こう、こう。OK。あーっと、頭は潰さなかったが、頭に突き刺したぞ。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんだ。おこれが最後よジェイソン。復讐するあなたにありよ。復讐ん、うん、まあいいや。じゃあね、まあちょっと素手でいこうかな今回は。剛腕を生かして、こう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 、いやいや戻ってきた。あ、これだ、落ちるわ。あー、ジャンプ。戻りましょう。こうこうこう、いや、これだと、これだとダメだな。ここからどうすべきかちょっと考えさせてください。ここまでで、こうだ。こう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 。ジャポン。お。あれ、ジェイソン待って、泳げないんじゃないの。戻ろうとしてる。戻った戻った戻った。誰もいなかったって ね。あ、でも警戒してる警戒してる。おっと待って、それは水中銃じゃないか。フィニッシュムーブ。バチャー。オッケー。ということで、エピソードアンロックされましたね。ロックダウン、刑務所かな、これ刑務所だよね。で、まあここで次は殺戮を行うみたいです。他は支払いでアンロック、支払いでアンロック、支払いで支払い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 。あ、ここら辺はアプリなんだ。なるほどね、アプリ内で購入。そうですね、ここのフューチャーショック以降は DLC で買わないと、遊ぶことができないみたいですね。で、フューチャーショックまでね、
このキルしないで素早くアンロックしてステージをやりたい人は支払いをするという方式になってるみたいですね。まあ自分はもう地道にね、しっかりと一つ一つクリアしていく感じでやっていきたいと思います。はい、というところでね、エピソード1かなが見事終了したので、本日はここまでとさせていただきますね。丸太意外とちっちゃかったね。コンボサイズでしたね。もうちょっとでかくね、両手で抱えるぐらいが良かったんだけどね、なんか個人的には。はい、それではね、本日はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次回までよろしかったらまた見てやってください。島津でした。失礼させていただきます。